製造業を行う酒蔵である1892年、初代中野聖二郎が分家して中野酒造として創業。太平洋戦争の最中には物不足で酒は作れば売れた時代であったが、二代目中野聖二郎は出荷を減らし品質の保持にこだわった。また国は確実に酒税を徴収できるように各地の酒造に合併を進め、 中野酒造も税務署から合併を鑑賞された。しかし二代目は合併すれば、それだけ酒造りへの思いが薄まってしまうとして、それを拒み、単独での酒造りを続けた。戦後は、銀醸酒や木酒の販売に力を入れ、近年では日本酒を海外で紹介した先駆けとして知られる。現社長である中野雅美は、東京農業大学農学部醸造学科で学び、 小泉武雄教授から訓導を受けた小泉チルドレンの一人で2000年に父の救世を受け社長に就任した。では桜の当主自ら酒を作れの伝統に従い自ら仕込みをし全工程に携わる。平成14酒造年29酒造年インターナショナルワインチャレンジ IWC チャンピオン酒クラマスター2021純米酒部門。 東京農大に在学中から、理朝工芸の収集を始めた三代目、中野誠二郎が、財団法人を設立の上で居宅として、明治後期に作られた木造瓦原武器の日本家屋を改装して、1988年10月、開館した。朝鮮半島の陶磁器や工芸品のほか、斉藤新一の絵画等を展示する。美術館の場所は、では桜酒造から徒歩で、約2分。 ありがとうございます。